3代目 JSOULBROTHERS が7月6日にリリースする2024年初の新曲ブレイズの新ビジュアルを解禁した。昨年までのラントオブプロミスから一新、新しいコンセプトとしてペタル&騒音イコール花びらとトゲを掲げる。そこには二面性や矛盾を示唆する意味も含まれているという。ブレイズの新ビジュアルは騒音イコールトゲコンセプトとなっており、メンバーそれぞれのハードなスタイリング、光や色味、そして構図でアートな世界観の騒音を表現している。